マリオシリーズスーパーマリオシリーズスーパーマリオブラザーズシリーズスーパーマリオブラザーズ2スーパーマリオブラザーズ2は1986年に任天堂から発売されたアクションゲーム略称はスーパーマリオ2スーマリにマリオ2日本国外でのタイトルはスーパーマリオブロスザロストレベルズで略称は SMB2 前作 スーパーマリオブラザーズのステージを完全に一新した作品。基本的なシステムは前作と同じだが、いくつかの点で前作とは異なっている。歴代スーパーマリオシリーズの中でも最上級の難易度を誇ると言われ、アクションゲームの難易度インフレを象徴する作品である。パッケージには、4ースーパープレイヤーズと表記されており、上級者向きに開発された。 日本国内においては、1986年6月3日にファミリーコンピュータディスクシステム用として発売された。ディスクライターでの累計書き換え回数は第1位を誇る。ゲームのストーリーは1作目と同じであり、取扱説明書の記述や VC 公式サイトなどでは、難易度やステージ構成を変えたパラレルワールドという位置づけとなっている。ただし、 一部1990年代の雑誌や攻略本などでは、前作からの直接的な続編と記されており、さらに、パワーアップしたクッパがピーチをさらい、今回はルイージも共に戦うなどと書かれているものも、ある。日本国外ではその難易度の高さとグラフィックを流用したバージョンアップ版的な位置づけから当初は発表、発売されず、代わりに、夢工場ドキドキパニックの、 操作キャラクターをマリオなどに差し替えたバージョンが2作目として1988年に発売される形となった。このため、国内外においてシリーズの系列に微妙な差異ができることになり、結果的に日本国外での発表及び発売はスーパーファミコンでのリメイク作を収録したオムニバス作品スーパーマリオオールスターズを待たなければならなかった。後に、 オリジナルのディスクシステム版は日本国外の Wii と Nintendo 3DS のバーチャルコンソールにて NES のゲームの一つとしてスーパーマリオブローズザロストレベルズというタイトルで配信されている。前作と比べて敵キャラや目的などは大きく変わってはいないが前作ですでに存在していたクリアに必須ではない高等テクニックの数々が 本作では必須となったコースが多く、難易度は前作よりも大幅に高くなっている。難易度の上昇に伴い、前作より存在した裏技である無限増殖を随所で行えるステージ設計となっている。前作にあった二人で交互にプレイするモードがなくなり、本作では一人プレイ専用に変更された。その代わり、ゲームスタート時にマリオとルイージのどちらを使用するか、 選択できるようになった。マリオは前作とさほど変わらない標準的な操作感覚だが、ルイージはマリオよりもジャンプ力が高いが、代わりにダッシュの加速および減速までの速度切り替えが、マリオより遅いという癖のある操作感覚になっている。このゲームには一定の条件を満たすことにより、出現する隠しワールドが5つ存在している。通常ステージクッパ上、ステージゲームし、 ファミリーコンピュータマガジンの読者投票によるゲーム通信簿での評価は以下の通りとなっており20.13点となっている。また、同雑誌1991年5月24日号特別付録のファミコンディスクカードオールカタログでは超難解アクションになって登場。マリオのアクションなどの基本システムは前作と変わらないけど内容がガラッと変わっているんだ。 まず、グラフィックがリアルになったこと、すべての面が変わったこと、そして、裏ワールドにも行けることだ。とにかくこのゲームは、シリーズの中で一番難しいぞと紹介されている。ありがとうございます。